はい、こんにちは、べイです。今回はフジ、富士 Wi-Fi がクラウド新プランを廃止について考察します。サクッとこれまでのあらすじ。2020年3月18日、通信障害で通信不能になったドナト時も Wi-Fi。半月後の4月3日、突然使い放題を廃止し、次回更新月まで無料だけど、毎月 25GB 制限に強制プラン変更 富士 Wi-Fi に契約するも富士 Wi-Fi も障害発生ザ w i f i 限界突破 Wi-Fi、排放5 5 Wi-Fi と通信障害が大発生する中、富士 Wi-Fi が動くということで富士 Wi-Fi が動きましたね。今回はこのような流れでお話しいたします。1、アナウンス内容。2、通信障害からの対応をおさらい。3、廃止ってどう思うそれでは行ってみましょう。1、アナウンス内容。富士 Wi-Fi 公式のアナウンスから抜粋でドン。快適クラウドプランの新規追加。 プラン変更のお申し込み受付を終了し廃止させていただきます。すでに上記のプランをご契約いただいているお客様におかれましては、継続してご利用いただけます。快適クラウドプランに代わる新しいサービスの開始は6月に予定しております。来ましたクラウド新プランの廃止僕が把握しているクラウド新プランで通信障害が発生しているのは、ドナドキョン Wi-Fi、ザ・ Wi-Fi、限界突破 Wi-Fi、ハイホー GoWi-Fi、そして富士 Wi-Fi の5社です。 会社によって対応はまちまちですが、クラウド新プランの廃止を決定したのはフジ、富士 Wi-Fi が初めてですね。障害発生が4月22日なので、わずか1週間余りの素早い判断です。ひとまずは、既存ユーザーはそのまま継続利用できるので、誰にも迷惑はかけず、6月から大体の新サービスを予定、と、通信障害5社の中でズバ抜けてスピーディーにことが進んでいますね。どんなぞき Wi-Fi から富士 Wi-Fi に乗り換えてよかったに、通信障害からの対応をおさらい。ここでフジ 通信障害からの対応をおさらいしたいと思います詳細は過去に動画を作っていますので気になる方は見てみてください富士 Wi-Fi の障害発生は4月22日からですその2日後には障害日数分の返金方法等 月 500GB 使用のヘビーユーザーは制限をかけるかもと、公式から発表がありました。2日という時間の中、通信障害が発生している5社の中で一番ユーザー的にいい条件で分かりやすく説明。これは僕の中の富士 Wi-Fi の評価が爆上がりその時の動画は最後をあがめて終わったものです。ああとその動画をツイッターに連携したら、富士 Wi-Fi 公式さんからいいねもらいました。やばい。これでもう富士 Wi-Fi さんとは、 友達以上の関係になっちゃったかも。3. 廃止ってどう思う障害からわずか2日で綺麗に保証対応し、8日で既存ユーザーに迷惑をかけずに廃止決定。素晴らしい。で、廃止ってどうなのかという点ですが、個人的には大賛成です。ちゃんとした会社であればあるほど、無制限使い放題は廃止すべきだと、個人的には思います。 無制限使い放題は食べ放題バイキングと同じ。ただし食べ放題はどんなにすごい人でも一人で100人分は食べられないですが、データ容量は何の能力もなくても1000人でも4400人分でも使えちゃいます。1イトしか使わない人もいれば4 4イト使用する人もいるんです。この4 4イトは限界突破 Wi-Fi が発表していました。集客したさに無制限使い放題と歌いますが、このビジネスモデルかなり危険ですよね。現に失敗して今の状況に になっているわけですしその中でも富士 Wi-Fi はデータ容量のセーフラインを慎重に設定してあり、保証の際の月 500GB で制限するかもと、 他社と比べて圧倒的に良い,い条件を提示しています。通信障害してないけど、サイレント制限している会社も 500GB はないんじゃないかな。そして、迅速な撤退。ユーザーへの迷惑を最小限に留めるように行動していますよね。あがめたい。ということで、富士 Wi-Fi のクラウドシュンプラン廃止についてお話しいたしました。どう考えてもいい会社です、富士 Wi-Fi。 6月からの新サービスがどんな形になるのかも楽しみですね。きっとユーザーのことを考えてくれるいいサービスにしてくれるんじゃないでしょうか引き続き富士 Wi-Fi を中心に業界の動向を確認考察していきたいと思います今回はこの辺でまた次の動画でお会いしましょうこの動画が少しでもあなたのお役に立ちましたらチャンネル登録、高評価、コメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いしますではでは今日もいい日になりますように、ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました